はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、靴田良治でございます。キーフ州全域から露軍撤退と。これ昔はちょっと前までキエフって言ってたんですけども、首都ですね、ウクライナのね。キエフってロシア語読みなんだって。で、ウクライナの大統領がやめてくれ、ロシア語読みやめてくれ、ということで、ウクライナ語ではキーフ、ということに、日本の外務省も今後はそう呼びます、チェルノブイリもチョルジンスキーとかなんとか、変わったみたいでありますけれども、まあロシア軍が撤退しました。撤退後のブチャ市やモツジン村から多数の民間人の遺体が発見されました。両手を縛られ撃たれている遺体多数、耳を切り取られたり歯を抜かれたりと拷問の痕跡、10歳少女遺体に強姦の痕跡と、複数のメディアが伝えております。でこちらの写真がそれらなんですけれども、一晩にして大量の画像や映像がドドドドドドドと上がってまいりました。まあ一見して軍服着てない民間人ですね。チャリンコ漕いでってこう撃たれちゃったんでしょうか、この人は。こちらなんか複数まとめられて、なんか黒焦げになってますから焼かれてますね。ちょっと土かけて埋められてるのであるとか、こちらも数名が固められております。これはなんか穴に落とされて、マンホールの中ですかね。で、こちらがですね、オルガ市長、モチジン市議会議長、オルガ・スチェンコさん、女性の夫と子供を、殺してやるところですか、とかですね。まあ、あとは、こちら、とかですね。こちら赤いマニキュアした、まあ一見して女性が兵士にならないっていうことはないですけれども、少なくともこんなにねバッチリマニキュアはしてない、まあ一見して非戦闘員ですよ。それも見境なくやっちゃってる。これ縛られた子供全裸になってて、こういうような画像もぼかし入ってますけどもね、あまりにも凄惨でね、ネットの反応です。これが共産主義、弱い軍ほど残酷、民間人大虐殺、まるで血のバレンタイン、悪の権化としか言いようがない、死体がバラバラって食ったんか、虐殺を止めに行ったはずの軍が虐殺、画像や動画を見る勇気がない、ナチ化してるのって間違いなくロシア軍だよね。シベリア抑留の頃からずっと変わっていない。ロシアには何があっても投降しちゃならんということがわかる。子供を殺したり拷問して何の意味があるんだ。引き出せる情報なんかないだろう。ただの憂さ晴らしで拷問やってんのかな。実際に死体が出てるんだからフェイクを言うには無理がありすぎる。こいつらが隣にいるって恐ろしい。人事じゃないよ日本は。というような意見がありました。まあ画像を見てる限りはひどすぎて言葉もないですね。ロシア政府、画像や映像はすべて米国の捏造で、市民には誰一人暴力を振るっていないと主張しました。遺体はロシア軍撤退後に置かれたものだ、撮影用で、って主張してたんですけれども、それが衛星の画像で嘘だっていうことがバレました。ニューヨークタイムズが報道してたんですけれども、衛星画像を分析するとですね、3週間前にも遺体があった、でつい最近撤退しましたんで、その地域からロシア軍が、そうするとですね、ロシア軍は3週間ばかし遺体がごちゃごちゃ転がる中で過ごしていたのだな。これ頭おかしくなっちゃいますね。ロシア軍兵士もですね。ネットの反応です。東京裁判と違って証拠はいっぱいあるから
言い逃れはできんぞ。死体袋4万5000枚用意してきたって情報がある。統治なんてせずに皆殺ししてからロシア人を入れて新ロシア派に仕立ててから住民投票で飲み込むやり方、バレないとでも思ったか。衛星から丸見えの時代に下手な嘘は自らを追い込む。今後遺品を確認していけば、スマホからロシア兵が虐殺している様子の動画も出てくるだろう。これだけの惨状なのに信じられない言い訳、撤退しない予定だったからやりたい放題だったのが撤退でバレた。遺体処理を真似合わせて住民はいませんでしたってするつもりだった。一夜にして大量の画像映像が拡散しておりました。あとまた衛星でバレてるしね。当事者のウクライナ政府でなくてですね、従軍した現地入りした複数の海外メディアのレポートであります。これで画像や映像は全部捏造っていうのは、まあ、苦しすぎますね。そのうち無抵抗の民間人を撃ち殺してる衛星映像であるとか無人偵察機の映像とかも出てくるんじゃないかなって思っております。まだね各国持ってはいるんだけど公表してない、住民皆殺し命令の意図はですね、ここに住民はいなかったと言い張るため、または緩衝地帯として無人の荒野を作るため、住民をロシア人と入れ替えるためなどが推測できますね。児童拷問ってサイコパスどもが地獄の宴を楽しんだんでしょうか。兵士が1万人いればですね、少なくともサイコパス100人以上いるっていう計算になりますからね。だいたい 1%、 日本人は少ないって言いますけど率がね、サイコパス 1%、 おぞましいですね。橋本徹、抵抗すれば犠牲が増えるなんて言ってましたけれども、無抵抗ならこういう目に遭うってロシア相手ではって分かりますよね。橋本徹はこれに対して何か言うべきだよな。自分の発言に責任取ってね。ロシアの地獄の所業にとうとう腹決めたのか、ドイツ、フランスがロシア大使を国外追放とすると発表し、まあ国交断絶ですね。国交断絶、断交を宣言いたしました。ネットの反応、こんなのおいしさら、保護名目で侵略されるしな。ロシアの外交官を助けに行くっつって、軍隊で来られるとたまんないですもんね。ロシア春の晩祭り、日本も外交官を装ったスパイ、追放しといた方がいいんじゃねえの。まあ、中日ロシア大使っていうのもいますわね。いまだにのうのうと日本国内にいるんだろうな。橋本と宗男も放り出せ。日本の情けない総理は何しとん。日本も生意気な中日ロシア大使を追放しよう。頼みの綱のドイツまで。こりゃロシア完璧に終わった。ここでロシア擁護したら人権重視国家として死ぬ。メルケルが甘やかしたからこうなったんだぞ。その他の各国も追随しております。実はドイツフランスだけではありません。スロバキア、ロシア外交官ら35名を国外追放。アイルランド、ロシア外交官ら4名を国外追放。オランダ、ロシア外交官ら17名を国外追放。ベルギー、ロシア領事館職員21名を国外追放。チェコ、ロシア外交官1名を国外追放。うわー、これ日本も追随しないと足並み乱れませんかね。白い目で見られませんかね。南部総理の地元の広島ガスがロシアからしこたまガス買ってるっつってもさ、このままロシア大使を置いとけばですね、日本は非人権国家なんて言われかねませんね。虐殺を容認する非人権国家、そんなの損では、日本的に損では。米英が
ロシア大使を追放したらすぐ追随して追放しねえとダメですね。これ事前に情報ちゃんともらって、じゃあこのタイミングでやりますから、教えてもらってて、日本もすぐさま発表しないとやばいっすね。ロシアと日本の関係が何と言ってもこちらであります。これね、ウクライナ侵略占領うまくいっちゃったら味しめて北海道に行くかもしんねえから、ほんと人事でもないんですよ。帝国時にはね、次は北海道にやってくる可能性があるから、ロシアは鼻血も出ないぐらいコテンパンになってもらわないと困る。実に困る。やばい、危ない。話が通じねえっていうのが分かりましたからね。ウクライナ政府、国内の5カ所の拠点から1万枚以上の SIM カードやパソコンを押収と発表。10万以上のアカウントを操作し、偽情報を拡散していた。1万枚の携帯、1万のスマホで10万以上ってことは、1個につき10個ぐらいアカウント割り振ってたのかな。ネットの反応です。バレバレなんだろうな。全く効果出てないけど、橋毛や宗男はいくらもらったんだろう。金かけなくても、日本の左翼は自発的に反日工作してくれるから便利。立憲共産党の広告費がブルージャパンに流れてたし、工作がタダってことはないだろう。駐日ロシア大使館員全員日本語ペラペラらしいから、全員総出でネット工作やってそう。ロシア大使館のツイートめっちゃおもろいもんな。アゾフだのネオナチだの書き込んでるやつか。スピリチュアル界隈にいっぱいいるよ。プーチンは闇の勢力と戦う英雄らしい。見たことねえけどな。フェイク多すぎて近寄りたくなーい。ロシア擁護してるやつ連中が本当に怖い。日本にも西早稲田に工作拠点が、まあロシアのじゃないですけどね、これね。スパイ防止法がない日本国内の拠点が世界中で一番最後まで残るだろうな。ロシアの工作拠点、次々世界中で潰されても日本だけ残っちゃう。スパイ防止法ないから。私の感想なんですけど、まあ日本国内ではやりたい放題でしょうね。スパイ防止法ないからね。ロシア大使館ってアカウントだったら、あ、ロシアに都合いいことしか言わねえよなってすぐわかるから、工作とも呼べないんですけど、ロシア擁護派がですね、一体どんな理屈なのか全く目にしない謎っていうのがありますね。なんでプーチンが闇と戦う英雄なんだか、どこにも書いてない、見つけられない、目にしない、一体どこ見てんだろう、全然見つけられないですけど。スピリチュアル界隈にいっぱいいるらしいけど、見に行かねえもんな、その辺な。ウクライナの抵抗からですね、事前工作は大失敗ですね。なんかプーチンはロシア軍が乗り込めばウクライナが拍手で迎えてくれるって、教えられてたみたいなんですけど、ロシア国内では反論や批判を書き込むと、まあ、逮捕されますもんね。言論弾圧曲がり通ってる世界ですもんね。プトラー賛美一色になって、まあそういう工作がよーく効くんでしょうけれども、そのノリでですね、他国のウクライナの言論自由空間に書いても書いても破綻ある意見は結局メジャーにならないんですよ。その理屈はおかしいってすぐ突っ込み入るからね。ネットでは時間かかるが意見が収束していくだそうであります。ネットは時間かかるけれども正しい意見に収束していく。論理に破綻のある意見や、変な意見とか嘘は淘汰されていくものだそうであります。まあ言論弾圧されてない場合ってことですけどね。ロシアの狂気で揺らぐ9条イコール平和憲法っていう大嘘、焦る共産党が連日9条9条言っております。田村智子副委員長ってことは副代表ってことですかね、副党首。武力には武力との論調は際限のない軍拡と緊張を招くと。憲法9条の精神に沿った市民社会の声こそがロシアを追い詰める力だ。
などと吠えました。吠えました。新聞赤旗でね、ネットの反応です。それロシアで布教してこいよ、モスクワで行ってこい、安全な場所でほざく、クズの極み。その市民は虐殺されてますけどね、丸腰でロシア兵に向かってみろ、9条でプーチンを追い込んで見せてくれ。そもそもこいつらロシア側だし、市民は虐殺されるだけですが、交渉は対等な武力がないと成立しないことが分かった。核武装こそ平和への道。お前ら警察が実力行使してきたら暴力で対抗するって言ってたやんか。ああ、そうなんだ。侵略されたら目覚めるのかな、このバカどもは。話し合いで解決って言ってたやつが話し合ってるとこ見たことなーい。これはあるな。これはあるな。なんでもね、話し合いで解決できるんですね。言ってるやつですね。こっちが、じゃあこれはなんて、言うとですね、ギャ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 って発狂して逃げるか、無視するか、それとも論点ずらして変なこと言い出すか、まあ話し合いにならねえんですよね。なんだか。靴沢感想です。9条の精神に沿った市民社会の声こそが、ロシアを追い詰める力。全然わかんない。何言ってんだ。キエフ全州からロシア軍撤退させたのはですね、ウクライナ軍と民兵の必死の抵抗とですね、米軍の衛星情報じゃないの。それでロシア軍撤退させたんですよ。決して救助の力ではありません。抵抗できんかった民間人はですね、無残に殺害されて、市民の声ではロシアは全然追い詰められませんでした。全然追い詰めることはできませんでした。まあこれもですね、信者向けのミサと考えれば、で、ほざいてると考えれば、まあ、民主主義者の我々には、ちんぷんかんぷんなのも、いたしかたないな。きっと共産主義者の脳みその中だと、これを聞いて、なるほどって、整合性取れんでしょうね。市民の声でロシアを追い詰める具体的な方法は説明しないけど、まあ、信者は、それで満足なんでしょうね。いいですね。バカを騙すのは、ちょろくて、共産党さんは。まあ、今いる信者、せいぜいね、洗脳深くしていけばいいわ。どん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 濃くなってね。それと同時に、変なことばっかり言ってから、敵も増やすから、それはそれで、いいんじゃないかと思います。よかったらチャンネル登録、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。